三重県立高校の運動部でいじめが疑われる行為があり学校側が重大事態に認定していたことが分かりました三重県教育委員会によりますと今年4月県立高校の運動部で上級生から下級生に対しいじめが疑われる行為があったと第三者から顧問に情報提供がありましたいじめを受けたとされる生徒は学校を休みがちになったほか病院から神経症の一種である 反応と診断を受けたことから学校側はいじめ防止対策推進法に基づく重大事態と認定教育委員会に報告したということです県教委はきのう午前弁護士や精神科医などを集めたいじめ対策審議会を開き当事者らに聞き取りを行うなどの調査の進め方について話し合いました今後調査結果や再発防止策が報告書にまとめられます